はい。皆さん、こんにちは。えー、今日は、えー、途中でという表現について勉強しましょう。この途中での前はですね、えー、動詞の辞書形、または動詞手形プラスいる途中で、ね、または名詞の途中で、このような形になります。で、このではですね、あの省略されることもあります。で、にが入るときもありますね。何々途中に 途中にといった場合は、これはあの存在位置を表すになので、例えば、何々途中に何々があるとかね。何かがあるという時に、このにになったりすることもあります。それから、文の最後だったら、何々途中だ。定寧体だったら、途中です。ですよね。はい。で、この、まあ、この何々途中で B というのは、どういう時に使うかというと、 主に二つの用法があります。一つは、まあ、これは、まあ、文法というか、この、この漢字そのものの用法ですよね。つまり、出発地から、その、目的地までの移動中に、その、ね、途中ですよね。移動、移動しているその途中に、まあ、A に、何々 B、ね、そういう時に使います。例えば、えー、ある場所から、ここに、ね、 ここに来ます。目的地はここです。じゃあ、ここに来る途中、知り合いの田中さんに会いました。ね。もう、あの、出発地からここ、目的地ここまで移動中に、その、知り合いの田中さんに会いました。という時に、この表現が使いますね。はい。それから、佐藤さんは今朝、通勤の途中で交通事故にあったそうだ。これも家から会社に来る間にですね、 あの、事故にあったということですよね。はい。これは、まあ、基本的途中の用法の、まず一つ目の用法です。それから、次は二番目はですね、ちょっと文法的な用法ですよね。A している時に B という表現です。はい。えー、ちょっと見てみましょう。えー、消防隊はご飯を食べている途中でも、緊急指令が入れば、すぐに現場に駆けつける。そうですね。ご飯を食べているこの、 現在、今、ご飯を食べています。この、ね、この時でも、ね、えー、緊急指令が入れば、すぐに現場に駆けつける。そうですよね。これ、あの、消防隊は、そういう仕事ですから。はい。そして、試合の途中、お腹が痛くなってしまって、実力を発揮できなかった。つまり、その試合のね、その間、お腹が急に痛くなりました。お腹痛くなったら、もちろん実力は発揮できませんよね。 はい。まあ、このような時にも途中を使います。で、この二つ目の用法とちょっと似た表現で、最中にというのもありますね。最中にというのもあります。あの、一番は、あの、この最中にの用法とは全然関係ないですよね。ただ、この二つ目の用法と、この最中にがちょっと似ています。最中にも、まあ、何々している時にという意味がありますね。 じゃあ途中に、とあまあ、途中と、それ途中でと最中にの違いは何ですかというと、あの、物事が始まる、始まってそして終わるときっていうのは、例えばこれ左が始まりね、で右がこれ終わりのときに、こう、例えば何でもいいですね、会議でもいいですよ、お祭りでもいいですよ、何かするときは、最初はそんなにこう、盛り上がらない。まあ ここに好調度と書いてありますけど、最初はね、まあみんなこう、まあ最初ね、挨拶したりしてやりますが、だんだんこう、会議だったら大事な話をしたりとか、非常にこう、みんな議論をしている、とてもこう、このテンションというかね、その盛り上がってる時がありますよね。これが最中です。ね。まさにこの A をし、何々をしている時という、一番大事な時、これが最中です。じゃあ、 途中はですね、もう始まりから終わり、どこでもいいんですね。どこでもいいんです。ね始まったばかりもまあ途中だし、まあもちろんこの、ね、一番盛り上がっている時も途中だし、まあ最後の方でも途中です。ね、この高調度と関係なく始まりから終わりまでのどこかの段階、ね、どこかの時点、ね、これ途中ですね。ですから、例えば、まあ、 撮影の最中に携帯電話が鳴ってしまったというと、まあ、例えばこの辺ですよね。非常に大事な撮影をしているとき、ね、えーで、携帯電話が鳴ってしまった。じゃあ、撮影の途中で携帯電話が鳴ってしまったといえば、まあ、もちろんね、どこで鳴ったかはわかりませんが、とにかく終わりから始めのうちの、あ、始まりから終わりまでのどこかの時にですね、携帯電話が鳴ってちょっと困っちゃったという感じですよね。はい。 ま、こんな、あの、最中にと途中には、こういう似た表現となっていますね。この点気をつけてください。えー、ま、この途中っていうのも会話でよく出てきますので、えー、ぜひ覚えてください。大丈夫ですか例文。パソコンでレポートを書いている途中、停電になってデータが消えた。 授業の途中で教室をこっそり出ていく学生がいる。家に帰る途中、コンビニによって夜食を買ってきた。学校へ行く途中にスズメバチの巣があって、とても危険です。会話。だから、 そのことについて私の考えは、それより僕がどう思っているかを言いたいんだけど、あのね、ちょ、ちょっと話の途中で口を挟まないでよ。私が先に話しているんだから、私の話が終わってからにして。それでね、ああ、もう何を言おうか忘れちゃったよ。 thank you